60番家族で食事をすることの重要性括弧2の第2段落を見ていきましょう。 Yeah, study after study showed that having a meal together as a family is good for both adults and children. まず冒頭の yet ですけども、完了形の have と一緒にくっついてもうとかまだっていう風なね訳でおなじみだと思うんですけども、これね but とかと同じで逆説を表すことができるんですよ。でこれそうなんですね。一段落目の方っていうのはですね、アメリカだと家族で食事を食べるっていう機会がね減ってきていたり、むしろそれに意味があるのかなんていう話になってるわけですよ。で違うよと、意味あるよっていう内容になってくるっていうね、冒頭でひっくり返してるわけですね。で具体的な中身です。 study after study、 study の後の study ですから、 study が重なってる感じです。研究に次ぐ研究っていうふうな訳になっていますけども、これはねしてる人が研究者だから研究だってことですよね。普通学生がやってたらね、その勉強っていうみんながよく知ってるその訳でいいと思うんですけども、ここでは研究の方がいいですかね。研究に次ぐ研究が示してますよ。何を？だというかのことを。どういうことが分かったのかな。 Having meals together as a family、 家族一緒に食事をとること、 Having meals 食事っていうのをとることが良いよと言ってます。誰にとっていいのかって言ったら、 both ってありますよね。これ両方にとって、 both というのは A and B っていうことで2者を後ろにとります。2つのものってことね。だから大人と子供の両方にとって家族一緒に食事をとることはいいことだっていうことが研究によって分かってるってわけですね。次行きましょう。 University of Michigan study found thatMealtime at home was the single strongest factor predicting better achievement scores and fewer behavioral problems for children. まず、A University of Michigan ってやつね。もう、大学の名前だってわかりますか？大文字で書いてあってさ、ね、ミシガンの大学でいいですよ。ね、のスタディ、研究が見つけたよ。何を？だと以下のことを見つけました。ね、ラット節電、ということになってますね。だから見てみると、meal time at home、うちでの meal time、食事の時間ってやつね。まあ、よくは、普通 meal times って S がつくんですけども、ここではついてませんがね。家庭での食事時間が、ここ過去形になってるのは、found とこ時制が一致してるんですよ。ね、発見した時の話ですよ。家庭での食事時間が、The single strongest factor と言ってますね。 single っていうのはこれ strongest を強調してるっていうことになりますね。一つの、もともと最上級、 the strongest、 最上級ってさ一番上なんだから一個じゃん。それをさらに single っていうふうにね、一個の、ただ一つのっていうふうに言ってんだから、これは重ねて言って強調してると考えてください。で、まさに最強の要因だよ、ファクターだよとこう言ってると考えます。ちなみにですね、最上級の強調っていう場合は、普通ね、マッチかバイファーを使うんですよ。ちょっと上に書きましょうか。マッチとか、バイファーってやつね。で、ただし、これね、このシングルと同じようには使えません。なぜかというと、語順が違うんですよ。これでやりたければ、マッチあるいはバイファーだ、ストロングですよね。こうなるわけですよ。Match the strongest, by far the strongest factor. ね。こういうような語順になりますんで、ここに漢字があるでしょ。ね。この辺ちょっと気をつけてください。まあ、single もね、同じように、まあ、ね、この strongest っていうところを強調するっていう意味でね、最上級の、強調っていうような感じになりますけれどもね。なんかこの汎用性はあんまりないですかね。はい。で、英文の中身自体はですね、こっからがさらにちょっと厄介なんですね。もう一回ここの中身だけペン書いてみていきましょう。ミシガン州の学校が、大学が研究してきて分かったんですよ。何が？家での食事時間がまさに最強の要因だよというふうに言ってます。じゃあその要因でどうなるのかっていう話なんですね。それがその後ろに書いてあります。 predicting ってところね。で、predict っていうのは、まず pre っていうのはね、前って意味なんですよ。dict っていうのは、言うってことですね。前に言うってことは、それは予言とかですね。
予測ってそういう意味なんですね。なので予言する、予測する、何をって話になって、後ろにですね、この Better Achievement Scores っていうことと Fewer Behavioral Problems っていうね、2つのことを予測しているんですね。そういうことが起こるかなり強い要因になっているってわけですよ。何が？もちろん家族での食事ですよ。家族で食事をとる時間っていうのが、何かが起こる、 A とか B ということが起こる、すごい強い要因になってんだってことが分かれば OK で、何が起こるかっていうと Better Achievement Scores、 Better はより良いっていうね、上がるイメージだよね。 Achievement Scores っていうのは達成するとか到達する点数、まあ到達度テストって考えてもいいし、単なる学力試験って考えてもいいんだけども、得点が上がるっていうね、そういう要因になるわけですよ。でもう一個で、fewer というのは数がより少ないということですよね。数が少ない behavioral、 behavior っていう単語知ってますか？行動ってやつね。これその形容詞形です。で、行動の問題。日本語だと反対にね、問題行動っていうよね。問題行動の数がより減るっていうふうに言ってます。ここまで OK かな。ね、家族で食事をとっていたら、どういうことが起こるかっていう A と B。一つ目が学力の向上、点数アップ。もう一個は問題行動の減少、ね、貧困法制になっちゃうってことですかね。で、そういうような予測っていうのが誰に対してなされるのかっていう時に、ここの4人みたいな形で持ってくるんですね。だから子どもたちにとってってこういう内容になります。さあ厄介だったね。もう一回頭から見てみましょうか。ミシガン州の学校の研究が明らかにしたところによりますと、家庭での食事の時間がまさに最強の要因になっているんだ、ね、それでどういうことが起こるっていうふうに言ってるかっていうと、より良いテストの結果とより少ない問題行動が子供に起こるんじゃないかっていう、そういう要因になってるって言ってるわけですよ。大丈夫かな。はい、じゃあ最後の一問いきましょう。 Meal time was far more powerfulThan time spent in school, studying, worshiping, playing sports, or doing art activities. はい、ミールタイムの話がまだ続いてますね。食事の時間はね、far more powerful。この far っていうのはね、比較級の強調ね。さっき最上級のね、強調ってやりました。比較級の強調は、種類3つぐらい覚えておいてほしいんですけど、わかります。まず1つこの far だよね。あとはよく出てくるやつで、マッチですね。待て待てと、最上級でもあったねとね、同じなんですよね。でもう一個アロットね。まあ他にもいろいろあるんだけど、出てくるごとに覚えたらいいかなっていうところですね。でずっとっていうような意味ですかね。ただ差があるんじゃなくて、その差がかなり大きいってことですよ。なのでずっとより強力なんだって言ってます。パワフルだよってね。何に比べてかって言ったら、時間よりも、どんな時間？ミールタイムと比べてるんだもんね。食事時間がより強力、どの時間よりもか、それが後ろから説明がなされています。スペントっていうのはもちろんスペンドね、スペンドの過去形だよね。過去分詞でね、もともとスペンドっていうのは時間とかお金とか労力を費やすって意味なんですよね。で何に費やすっていう時に in 名詞って書くわけですよ。インは省略可能なんだけどさ、ちょっとこれ書く？色変えて、スペンドの後に時間とかね、労力とかお金が来て、その後にイン名詞っていう、こういう形取るんですよ。でこのインは省略可能ってやつね。だから主語をここに持ってくると、主語が時間とか労力とかお金をこの名詞に費やすぐらいの意味になるんですよ。いけるかな、ね、でここだとさ、過去分詞になってるんで、費やされた時間よりもってことですね。でこの名詞にあたる部分、何にかっていうのをちょっと青で数字振っておきましょうか。学校でしょ、勉強でしょ、礼拝でしょ、スポーツをすることと、芸術活動をすることをオアでくっつけてるんですよ。だから1か2か3か4か5で費やす時間よりもずっとずっとね、
協力なんだよってこう言ってるわけですよ。で、協力って何って話じゃん。で、その協力さっていうのはそれによってテストの点数が上がったり行動が正しくなるんだから、そんだけの影響があるってわけですよ。なのでね、即断のね役だとはるかに影響力があったっていうね、より内容に即した役になってるわけです。はい、ということで内容大丈夫でしょうか。うん、2番目ですね、なんか短いし簡単かなと思ったら意外なポイントがありましたね。最上級の強調、比較級の強調、あるいはですね、分詞を使って、現在分詞、過去分詞を使って前の名詞を説明するタイプね、まあいろいろ同じような形はね、たびたび出てくるんですけども、それぞれね、毎回確認することによって復習になりますんで、ぜひ自分なりにね、やっぱり理解してみてください。はい、ということで今日はここまで。お疲れ様でした。